目の前の数字だったり目標だったりとかっていうものって私は制限だと思うんですよ。この制限を取っ払えば素敵なことがたくさんあるのに。我が子のためにと始めた服作り。しかし彼女の作る服に魅了されたファンが全国に広がり、2009年、それまで勤めていた銀行を辞め大洲市内に店舗を構えます。2017年には松山に2店舗目をオープン。東京銀座をはじめ全国各地での展示会を開催。その活動は韓国や香港など海外へと広がっています。ないです。なんだろう、ね、客観的に言われることがあるけど、自分ではただ洋服が好きで作ってますって感じで、受賞なんかっていうのはないですね。作家って言われてもそんな作品作りをしてるつもりもない。なんかデザイナーって言われてもそんなデザインをしてるつもりもない。ただ日常に着る洋服が好きだからそれを作ってるだけ。女の人とかって特にね、日常の居心地って、ね、仕事をしてたりとか子育てしてたりとか家事してたりとか、その時に自分もこう居心地よく、でもちょっと素敵にいたい。じゃあその時に着る服が満たされていると、日常の8割9割が満たされていると思うから、じゃあその時に出番のある服をっていう感じで思ってるから、何が一番大切なのか、目の前の数字だったり目標だったりとかっていうものって私は制限だと思うんですよ。ここまでにしかならない制限、ここで幸せを感じる制限、この制限を取っ払えばいつの間にかの その制限を飛び越える、すごく素敵なことがたくさんあるのに、みんな目標を作っちゃうからここで満たされたりここで終わっちゃう。